こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマフィッシュアポンダスカイ第7話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。前回 P はですね、ムアンナンに告白をして振られてしまった後、家に帰ったら帰ったでですね、お母さんともちょっと気まずくなってしまって、最終的に雨の中、そこに来てくれたモークにすがりついて大泣きをしてしまったわけですね。結構大波乱の回でした。で、今回はですね、その後の、P とモークの様子ですね。P は、俺としたことがなんでそのモークにね抱きついてしまったんだろうっていうことでこうブツブツ考えているんですけれど、そこに、モークがですねお菓子を持って戻ってきます。これはですね、ムアンナン役のミックスくんが CM をしている、その名もミックスっていう名前の、そのスポンサーとしてついている会社のお菓子なんですけれど、これをですね今の P に勧めるとは、なんとこう皮肉か嫌がらせなんではないかって勘ぐりたくなってしまいますよね。でも、P はですねこのミックスが大好きという設定なので、それを知っているモークが、買ってきてくれたんだろうなという、そういうだけだと思います。なんですけど P は、昔このお菓子を食べ過ぎて、でご飯を食べられなくなってしまってお母さんに怒られたことがあったんだよねっていう感じで、さっきのお母さんとのやり取りを思い出してしまって、またこう鬱になってしまうんですね。おそらくその P はお母さんがそのムアンナの写真を見つけたことで、自分が男を好きだっていうことをお母さんに気づかれてしまったんじゃないかっていうことを心配しているんだと思うんですよ。でそのことでそのお母さんにね嫌われてしまうというか、失望されてしまうっていうか、そんな感じで、否定されるんじゃないかっていうことを気にしているんだと思うんです。このドラマって結構もう最初の方からこれまで、例えばその P のお兄ちゃんのデュアンとか周りの人たちは P が男のムアンナンを好きっていうことをその至って普通に受け入れてるじゃないですか。ハッピーな BL の世界っていう感じではあったんですけど、でもその実はやっぱりこの世界の中でもまだお母さんくらいの世代にとっては同性愛っていうのは結構その驚くべきことというかね、ちょっと受け入れがたいものとしてまだそういうイメージが残っているっていうことかと思うんですよね。その片鱗がこの P の不安そうな様子に現れているのかなと思います。で、P がねそういう不安を言外に漏らすと、モークの方がそのお母さんはご飯を食べられなくなったことに怒ったのであって、その P がお菓子を食べること自体は禁止しなかっただろ、それはP がそのお菓子を好きだっていうことをお母さんが理解してくれてるからであって、それはつまりお母さんはたとえお前が何を好きだったとしてもお前のことを愛しているってことだ。だからそのお前が男が好きだったとしてもお母さんはきっと理解してくれるから大丈夫だよっていうふうに言ってくれるんですね。なんかすごくこうさらっとすごいセリフを言ってると思うんですよ。なんか文句がすごいっていうのももちろんあるんですけど、今回のこのエピソードの肝はこのセリフに全て凝縮されていたと思うんですね。今回結構後半がですね P の家族のお話になってくるんですけど、特にそのお母さんと、お父さんが絡んでくるその主題の部分っていうのは、まさにこの話だったわけです。でもまだこの時点ではですね P はこの言葉の真意っていうのをつかみきれていなくて、でもやっぱりお母さんにとってはそのことは荷が重いんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。そのムアンナンの写真を見られたのが、突然のことだったし、その P 自身もまだカミングアウトをする準備が全然できてない状態ですよね。
でさらにお母さんが受け入れてくれるかどうかも分かんないっていう感じなので、まあ仕方ないかなと思うんですけど、まあ、それでね、まあ、お菓子を食べていた B はですね、その喉が渇いたからまたお酒が飲みたいって言い出すんですよ。でも彼は超下戸じゃないですか。ついさっきもね、無案内に振られた後に一気飲みをしてしまって、でそれで倒れちゃったじゃないですか。モークはその解放をしたばっかりだったので、またお前を運ぶのはちょっと嫌なんだけどっていう風に渋るんですね。だけど結局 B にちょっとだけなら大丈夫だからっていう風に押し切られてしまいます。しかしですね、今度は倒れはしなかったんですけど、そのいい感じに酔っ払ってハイになってしまうんですよね。いや本当ね、この子はね、たちが悪いと思うんですよ、ことお酒に関しては特に。でモークは本当こうね、他にも人がいるから静かにしろって注意するんですけど、でもその友達だったら付き合えよっていうので、そのしょうがなくね、ゲームとかなんだスケートとかをして2人で遊ぶわけですよ。うん、その様子がですね、もう友達とか親友とかではなくって、その旗から見たらね、もう完全に恋人同士みたいな感じなんですけど、うん、まあそのお酒の力とはいえ、楽しそうな P のそばにいられて、モークはね、なんかもうすごい幸せそうでしたね。うん、で、あの例のモークにおんぶをされながら P が耳元で言うわけですよ。本当に友達っていいなと。お前は俺の最初の友達だ。もう絶対に離れちゃダメだぞって言うんですよね。いや本当ね、この子天然なんだと思うんですけど、自分のことを好きだって言ってる人にそんなことを言うなんて本当にたちが悪いと思いません？なんか生殺しみたいな感じですよね。うん、もはやね、全然その友達の距離感じゃないんですけど、でももうモークの方もね、あえて突っ込まずにこう嬉しそうにしているわけですよ。なんかやたらと P がね、友達だ友達だっていうのだけがちょっと引っかかるんですけど、でもこの一連のシーンがもうすごいね、映像的にも綺麗だし、めちゃくちゃ良かったなって思うんです。いや本当モークの心中を思うと切ないところもあるんですが、でもその2人がねすごい仲良さそうにしてるのはいいなって感じですよね。うん、でその P は酔っ払ってる間ずっとこうモークに対してべったりしてるわけですよね。で疲れたからもう休みたいって言ってるモークに対して、もう P はいや歯磨きをしないで寝ちゃダメだと、俺が正しい磨き方を教えてやるって言っていきなり歯磨きをしだすわけですよ。いやね、ほんともうちょっと何してんのって感じじゃないですか。突然人の口の中をねいじらないでほしい。うん、歯学部だからその P にとっては普通のことなのかもしれないけど、モークもびっくりしてなんかめっちゃぎこちなくなってたじゃないですか。うん、でもまあこれもお決まりですけど、そういうことをしている P の方が先にそのまま寝てしまうわけですね。ひどいやつだと本当に思います。でまあ翌朝ね、目が覚めた P はまあ結局そんなに悪びれずにそのごめんっていう感じでいるわけですよ。本当に罪深いやつですよねこいつ。うん、でそれでもやっぱりまだ自分の家には帰りたくないから、そのまま勉強しようかなとか言うんですよ。でももうね、昨日の夜からね、雨には打たれてるし、お酒も飲んで遊び回ってるし、そしてやっぱりここはね南国だしね、うん、このままだとさすがにお前汚いぞっていうことでモークの家に行くことになるんですよ。それでね、そのモークの家に行ってまたこうお湯が出ないとかなんとかね、いろいろと大騒ぎをしながらシャワーを借りてこう浴びている P なんですけど、もうここでもね、とにかくモークはそのこと自体が嬉しそうなんですよね。うん、まあ、ただシャワーの間ドアの外でねずっと待ってるのはさすがにちょっとどうかと思うんですよ。うん、まあ、幸せそうなのは何よりだなと思うんですけど、うん、だってその前はその意識のない P を運んできてその寝かせてあげただけだけど、今回は一応その自主的に P が部屋に来てくれたわけじゃないですか。なんかね、こう本当に友達っていう感じになって嬉しいと思うんですよね。
で、その P がシャワーを浴びてる間にモークは彼の服を洗濯して干しておいてくれるんですよね。で、その代わりに俺の服を着ろって言って貸してくれるんですけど、私はね、ここがなんかすごく萌えのあるポイントだなと思ったんですよ。なんかすごいこのシチュエーションがね、夢が叶った感じがしたんですよ。なんだろうな、このもはやモークの願望なのか私の願望なのかわからないんですけど、その好きな人、しかもまだ別に付き合ってない人に自分の服を着せるってすごいいいよなって思ってしまったんですよね。だってこれそもそもその同じぐらいの背格好じゃないとできないことじゃないですか。それにその2人はもともとのその私服のテイストが結構違うので、借り物だっていうのははっきり分かって、なんかそれがすごいいいなって思ったんですよね。私だけかもしれないんですけど、なんかこのシチュエーションがすごくいいと。で、 P も、最初はちょっと照れたけど、その最終的には素直に着てくれたし、そのここでね、さらにこうお前の服結構いいなとかって言ってくれたらもっと最高だったなと思うんですけど、そんなセリフはなかったんですけどはい、でもめっちゃ良かったと思って、で、そんなことをして、でまた P とモークはね、再び外に出るんですよ。で、P はふと、ちょっと気づいたのか、どうしてそのモークみたいな人気者が自分みたいな負け犬と友達になりたがるんだっていう風に聞くんですよね。で、そうするとモークは、俺にとってお前は負け犬なんかじゃないっていう風に答えるんですよ。今なおね、そのモークが P のことを好きな理由って謎じゃないですか。だからなんかこの負け犬とかっていうのがその理由に関係しているのかなってちょっと思ったんですけど、やっぱりまだよくわかんないですよね。で、そのおもむろにね、モークは P のペットボトルを取って勝手に飲んじゃうわけですけど、なんで自分の持ってるのに俺のを飲むんだよって聞かれると、お前のが飲みたかったんだよと。友達だったらその別に間接キスしてても気にならないだろうっていうふうに言うんですけど、もはやね、友達ってそんな何でもできる魔法の言葉みたいになっちゃってますよね。なんかモークはこう友達認定されたことがね、すごく嬉しかったし、家にも来てくれたし、ですごいちょっとこう気が大きくなってるのかもしれないなと。なんかそう思うとね、こうモークのテンションもなんかずっと変な感じがするんですけど、でもちょっと彼はもともと変態なところもあるから、通常運転なのかもしれませんけど、でもこうなんか2人の関係がね、こう微妙に変化してていいなって思います。で、そんなこんなしてるとですね、その2人の様子がですね、なぜかこうネットでライブ配信されてるんですよ。おそらくその周りにいるシッパーの誰かが盗撮をしているんですよね。しかもその P がモークの服を着てるってこともバレバレで、いや本当にね、そのモーク P のファンダムってそこら辺のアイドルとかよりもすごいんだなっていうことがまたね、ここで分かってしまうわけですが、で、 P はその盗撮してる人を見つけてね、注意しようとするんですけど、モークの方はもうただのライブだろう、ほっとけよみたいな感じでちょっとこう余裕を見せてくるわけです。なんかこの世界にはね、肖像権という概念がないのかなって感じなんですけど、やっぱりその P の方はまだそのモーク P って思われることに関してはすごいモヤモヤしている感じですね。で、一方そのデュアンとミーの方なんですけど、課外活動ももう最終日になっていて、デュアンはですね、今日もデタラメな歯科検診をするつもりでいたんですが、急にその別のプログラムに変更になりましたって言われるんですね。それはミーンがデュアンに黙って変えちゃったみたいなんですけど、その代わりのプログラムっていうのが、窒息しかかっている人の助け方みたいな感じで、なんかすごいピンポイントの応急処置の講座が開かれるんですよ。で、そこではデュアンが患者役なんですけど、ステージの上でもうね、助けられてるのかただ殴られてるのか分かんないようなことを、そんな仕打ちをされて、これが終わったらお前に話があるからってそのデュアンはミーンに言うんですね。それで実際終わってから、そのなんで
俺に黙ってプログラムを変えたんだよっていう風にミーンを問い詰めるんです。でも逆にそのミーンの方からね、デュアンも僕に秘密があるだろうっていう風に言われてしまうんですよね。そう、ミーンはそのデュアンの白衣に書いてある名前を調べて、彼が本当は歯学部の学生じゃないっていうこととか、そのこの白衣の名前はデュアンの名前じゃなくて彼の弟の名前だっていうことまでもう分かっちゃってたんですよ。でもうこの時点で完全にアウトだと思うんですけど、それでもデュアンは必死にまだごまかそうとするんですね。その名前は弟じゃなくてお兄ちゃんのだって言ったりとか、俺が福井顔だって言うんだろうひどいなとかって言って、まあ、とにかく自分は1年生だって言い張るんですね。でもう帰る準備するからって言ってこう話から逃げちゃうんですよね。でも苦しい、さすがに苦しいぞデュアンっていう感じなんですけど、まあそれで2人は一緒にねテントの中で荷造りをするんですけど、まあデュアンはこういつも通りにして軽口を言ったりするんですよ。だけどミーンの方はもう明らかにこう浮かない顔をして黙ってるんですね。で話しかけても答えないので、無視するんだったらもうお前のこと送ってやらないぞ、一人で置いてかれるの怖いんだろうっていう風にデュアンが煽ってみたりするんですよ。だけどミーンの方はですね、別にいいよと、僕一人で帰れるからっていう風に言うんですよ。でそのきっと僕が君に対してたくさん悪いことをしちゃったから君は僕のことを信用してくれてなくて、だから嘘をついたんでしょ、もう迷惑をかけたくないから僕のこと置いてっていいよっていう風に言うんですよね。で、まあ、それ聞いてデュアンもじゃあもう置いてくわっていう風になっちゃうんですよ。でデュアンとミーンがこんな感じで険悪になってしまっている間に、その便乗して来ていたデュアンのギャングたちもですね、あの可愛い先生をめぐって喧嘩をしていたんですよね。でくだらないなんかこうけなし合いをしてたりとか、あとこう先生に対して抜け駆けをしてたりとかで仲間割れをしてしまうんです。でその帰りに乗っていく車が、そのもともとはデュアンとミーンが乗ってきた車とそのギャングたちが乗ってきた車で2台あるわけじゃないですか。でも帰りは誰と誰が一緒に乗るのかっていうことで、まあまたちょっと揉めるんですよね。まあ、それでデュアンはですね、さっきもうミーンのこと送らないっていうことにしちゃってたんで、結局その3人のギャングを乗せて先に帰ってしまうんですよ。結局だからその仲間割れで1人残されてしまったギャングの1人のコウさんとミーンが、まあ余り者同士みたいな感じで一緒に帰ることになったんですね。まあ、ここで今回そのデュアンとミーンのお話は終わるんですけど、なんかこれまでは常にミーンがデュアンのことを追いかけていたんですけど、まあ、今回こんな感じで結構気まずい感じで別れてしまったので、ちょっとねなんか2人の間に暗雲が立ち込めているっていう感じですよね。で P の方はですね、久々にあの隣の学部の男に連絡をしていました。いつにも増して真剣に、ちょっと聞きたいことがあるんだけどさっていう感じで悩み相談をし始めるんですね。恋愛についてちょっとよくわからなくなって混乱してるんだって言うんですよね。まあこう説明としては、その2人の人がいて、そのうちの1人はまあすごくすごく素敵な人で俺の夢なんだっていうふうに言うんです。でももう一人の方はその一緒にいるとドキドキすると、そういう風に言うんですよね。そうするとその隣の学部の男は、あ、そんなの簡単なことだと、頭で感情を理解しようとするなって言うんですよ。でお前のかかっている病気がなんだかわかるかっていう風に話を始めるんですけど、でもそこまで聞いて P はちょっと待ってと、お前俺が知ってるやつみたいなことを言うんだなってちょっとこう気づいてしまうんですよね。あれって、なんかそのお前は病気にかかっているみたいな話をもう散々言われてきてるわけですから、おかしいなっていう風にさすがの P もちょっと思ったわけですよ。うん。だけどそこにタイミングよくですねデュアンが帰ってくるんです。
で、その彼が P のパンツと白衣を勝手に持って行ってしまったことから、ここ数日いろんな問題が起こってるわけじゃないですか。もうだからもうそのデュアの姿を見た瞬間に P がめっちゃ怒るんですけど、でもね、そのこっちも全然悪びれないんですよね。それでやっぱりね、白衣の返し方がすごい雑なんですよ。本当にこういうところだけはね、そっくりな兄弟だなと感心してしまうんですけど、その P がね、その戻ってきた白衣がすっごい汚れてるって言って文句を言うと、まあデュアンはですね、カゴに入れておけばあのママが洗っといてくれるよっていう風に返すんですけど、そのそれを聞いてまたそのあーそうだお母さんっていう感じで P がねすごい困った顔をするんですよ。でそうしたらその何喧嘩でもしたのっていう風になるじゃないですか。いや本当にね、 P は悩み大きい青年なんですよ。うん、でまあどういうことかっていうと、そのムアンナンの写真をお母さんに見られちゃって、でどうしたらいいか分かんないっていう風に、まあ、デュアンに対しても言うわけですね。でそうするとデュアンはですね、一番上のお兄ちゃんのワンに相談しようっていう風に言うんですよね。ちょうどその今週末お兄ちゃんが帰省してくることになっているから、その帰ってきたら P が話があるっていう風にそのボイスメッセージを送っておくんです。そのこのねワンお兄ちゃん、その結構最初の方から名前だけは出てきていて、やっぱすごいお兄ちゃんだってことじゃないですか。やっぱりね、弟たちからもすごい信頼されているんですよね。でいよいよその週末になって、お母さんがご馳走もたくさん用意して、家族みんなでこうワクワクそわそわしながら、お兄ちゃんの帰りを待っているわけですよ。なぜなら今回そのお兄ちゃんは恋人を連れて帰ってくるっていう話だったので、まあどんな彼女が来るのかなっていう感じで、すごいそのみんな楽しみにしてるんですよね。ですがまあその予想通りと言いますか、お兄ちゃんが連れてきたその恋人っていうのがですね、男の人だったんですね。でお兄ちゃんもその彼氏ももうすごい優しそうで感じのいい人だったんですけど、でもその彼女が来るって勝手に思い込んでいた家族にとってみれば、もう本当に予想外のことだったので、あまりの衝撃でね、誰もその食卓につけなくなってしまったんです。でPとデュアンはひとまず自分たちの部屋に引き上げていて、もうなんかお腹減ったねっていう感じで言ってるんですけど、でもその下の階でね、どんな戦争が起こっているのか、いつまで続くのかっていうのが分かんないから、もうこう2人で待ってるしかないよねっていう感じでグダグダしてるんです。でそうするとですね、そこにその当のワンお兄ちゃんがやってきます。それでお前らこの間メッセージ送ってきたけどどうしたんだっていう感じでね、あの本当にナイスなお兄ちゃんっていう感じなんですけど、二人はそんなことよりも先に、まあ、まず兄ちゃんの話を聞くっていうことになるんですよね。まあそりゃそうですよね。なんでこんなに急に彼氏を連れてきたのかっていうのが、まあ、気になるじゃないですか。まあちなみにその例の彼氏はもう先に帰ったそうなんですけど、そのまあ、お兄ちゃんはその理由をですね、静かに語り始めるわけです。自分はインターンとして救急で働いているんだけれど、そうするとその毎日死んだ人とか死にかかっている人を見ると、で中には手首を切ってそのたくさん出血して運ばれてくる人がいるんだけど、その手首を切った理由っていうのが失恋だったんだっていう風に言うんですよ。それで自分は気づかされたことがある、確かなものっていうのは何もなくて、自分も今日か明日死んじゃうかもしれない、でもそう考えたら自分はまだ死にたくない、なぜならまだ自分の恋人を自分の愛する人たちに会わせていないから、だからそう思ったから今日恋人を家に連れてきたんだよっていうことなんですね。でもそうは言ってもですね、普通はやっぱりそのお父さんとかお母さんぐらいの世代にはなかなか理解されないんじゃないかって、怖くなかったのかなって、そういうことが気になるじゃないですか。でそうするとお兄ちゃんはですね、あの俺たちを育ててくれたお母さんが俺やお前たちのことを理解できないとでも思ってるのかっていうふうに言うんですよね。
ただね、その年を取っている人たちっていうのはワクチンを打つと最初の2日ぐらいは具合が悪くなるんだ、でも最終的には受け入れるんだよっていう話をするんですね。つまりその自分がその男の恋人を連れてきてもお父さんお母さんは最初は驚くかもしれないけど、でも絶対にその受け入れてくれるって信じていたっていうことなんですよね。それを聞いた P は急いでお母さんのところに向かうんです。でそのテーブルを片付けているお母さんに俺が片付けるから休んでてっていうふうに言うんですよね。特にねそこでその無安難の写真のこととかには触れないんですけど、でもその P がいつも通りお母さんに話しかけてそれでごめんねって言ったことによってお母さんの方もこう心がほどけて二人の間のぎこちなさっていうのはそれでなくなったんですよね。もともとそのお母さんの方も P のその様子が変だから心配しているっていうのが一番だったと思うんですよ。だからその彼が元気で普段通りの態度に戻ったんだったらまあなんかそれだけでも一安心したのかなって思うんですよね。別にその息子のことを突然嫌いになったりしたわけじゃなくてその無安難の写真を見たことも別にそれ自体がすごくなんだろうな決定的な問題なわけじゃないんですよね。うん、まあなんかだから明確にその P がカミングアウトしたわけじゃないけど、でも P は別に P のままだっていうことが分かればお母さんとしてもそれ以上は今問いただすことはないのかなっていうそういう状態になったわけですね。うん、でそうこうしているとですねそこにお父さんがやってきて、ママご飯を温め直してお腹すいた、それから P 上に行って兄さんたちを呼んできなさいっていう風に言うんですよね。まあその要はお父さんの方もそのお兄ちゃんが打ったワクチンがいい感じに馴染んできたということだと思います。その最初はびっくりしたけどまあよくよく考えたらその別にそんな大した問題じゃないなっていうことをねそのお父さんもお母さんも飲み込んだんだと思うんですよ。まあ、こんな感じでそのみんながお互いを理解すれば大抵のことはうまくいくっていうことでその一時はねどうなることかと思われたんですが久々のその家族団らんが、まあ、ちゃんと叶ったわけです。やっぱりねこの短時間で雨降って地固まるっていうのをやってのけるワンお兄ちゃんはですね噂にたがわぬすごいお兄ちゃんだなと思いましたね。うん、そしてそのご飯の後はまた3兄弟の、まあ、何ですかパジャマパーティーが開かれるわけです。そこでそのやっぱりその P の話って何だったのっていうことになりますよね。うん、P は、まあ、事情というかね今の悩みをそのお兄ちゃんに話すわけです。自分には好きな人がいるんだけどでもその自分が落ち込んでいる時にいつも元気づけてくれるのは別の人なんだっていう感じですよね。お兄ちゃんはですねそれを聞いてなるほどと、それだったらそのお前が好意を持っているのはその人自体になのかそれともその人がお前に対してしてくれることになのかどっちなのかをはっきりさせないといけないなっていう風に言うんですよね。でなんかこう医者あるあるなのか分かりませんけどそのお兄ちゃんはですね、遺伝性疾患というのを例にしてなんか説明してくれるんですよね。でこの遺伝性疾患っていうのはお医者さんの誤診によって起こる病気のことで、ある症状に対して間違った治療をしたことで別の合併症を引き起こしてしまったりすることを言うんですけど、ですね、まずですね、分かりづらいことに対してさらに分かりづらい例を持ち出してこないでほしいっていうのがあるじゃないですか。そのね、遺伝性疾患ってすごい分かりづらいよっていうツッコミをしたくなるんですけどね。でもなんかこう文句もそういうところがあるんですけど、こう医者とかね医学部の人はね恋愛をなんとかこう病気とかワクチンで説明したくなってしまう人たちなのかもしれません。うん、でそのなんか
分かりやすいのかどうか分かんないような例を聞いたんですけど、その歯学部の P は分かったらしくて、分かったって言ってすごい納得するんですよね。ただそのやっぱりデュアンは完全に置いてけぼりを食らっていて、めっちゃかわいそうじゃんと思ったんですけど、まあその分かったらしい P はですね、早速次の日モークを呼び出すんですね。でそこでなぜかあのムアンナンの写真をモークに渡すんですよ。でどういうことってモークが聞くと、そのもうねその写真は自分には必要ないと、俺は現実のムアンナンを口説くからって言い出すんですよね。さらにはあの日俺のことを慰めてくれてありがとう、でもお前は俺の病気に対する正しいワクチンじゃないと思う、お前は俺の体に起こった合併症なんだっていう風に言うんですよ。いや本当にね、どう考えてもね、いきなり言い出すにしては例えがめっちゃわかりづらい。やっぱり相手がモークじゃなかったら絶対通じないですよねこの話。多分その要は、やっぱり自分はムアンナンのことが好きで、でモークに対してドキドキしたりするのはそのムアンナンに恋する中で起こった合併症、何と言えばいいのかな、その一種の気の迷いみたいなものなんだっていうことをその P は主張したいんだと思うんですよ、おそらく。っていうかその前にモーク自身がお前は今病気にかかっていて自分がそのワクチンになるっていうようなことを言ってたじゃないですか。でもちろんそのことを受けての表現でもあるわけですね。つまりそのモークが言ってたことはそれはモークの誤診であって、そのせいで自分は今ちょっとおかしくなってるんだってことですよね。だからそのそもそもその見立てが間違っているから、やっぱり俺はそのモークのことを好きになったりはしないよって言いたいわけですよ、ムアンナンが好きだから。まあとにかくその P の中ではそういう風に結論付けたんだっていうことなんですよね。でもですね、その合併症呼ばわりされたモークの方はですね、すごいショックじゃないですか。なんか心の中ではその友達で十分だとか思ってはいても、そのここ最近ねかなり急速に距離が縮まってきていたところだし、ムアンナンのこともねもうあんだけはっきり振られてるんだからもう決着がついたと思ってたのにこれですから。なので当然ね、モークの方は俺は合併症なんかじゃないと、お前の病気に対する正しいワクチンなんだっていう風に改めて言って、でもう俺のことを好きにさせようとはしない、その代わり俺のことを愛させる、俺のことを見てくれって言って、もうねがぜんね火がついてしまった感がありますよね。まあこれまでもかなり彼はおせおせできていると思うんですけど、ここに来て P の気持ちがまた無安難に傾いてしまったことによって、なんかこういよいよねもう本気を出すしかないっていう感じですよね。っていうかね、本当に二人とも頑固、これこんなに頑固者同士の対決だったのかってね今更ながら気づいたんですけど、すごいですよね、まだ引っ張るんだムアンナンのこと。しかしその次回予告とかを見るとモークとピーもあとねデュアンとミーンの方も結構その風向きが変わっていくのかなっていう感じもしましたね。なんか押してダメなら引いてみろみたいな感じかもしれません。いや今回でねその家族の方では結構ね一山越えたなって思ったんですけど、肝心のその恋愛の方はですね押したり引いたりがずっと続いていて、もう全然油断ならない展開ですよね。いや本当にねもうP はなんであんなに頑固なんだろう、そしてひねくれてるんだろうって思っちゃうんですけど、いやまあまあそこが面白いとこではありますよね。ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。ではではまた次の動画でお会いしましょう。